はい、これは前回もやったんですが、ノートブック LM のポッドキャストモードがすごいという話をもう一回やりたいんですが、というのはですね、まあ、私がフォローしておる、フォローというか、まあ、見ておる YouTuber の中で、ウェス・ロスという人がいるんですが、この人が、ね、前回もね、この人がノートブック LM のポッドキャストすごいすごいとおっしゃってたんですが、今回ももう一回ね、言うてはるんで、さらにものすごくね、凝った番組を作らはったんですが、で、それは自分が出るだけじゃなくて、自分の背景なんかもね、AI で作って、これがね、この私が本物と思うか、アバターと思うかみたいなことを、まあ、言うはったわけで。ああ、自いや、分自まあ、その、身が出るポッドキャストをいや、作っ自分自身は本物なんた。だと思うんだけどね、背景なんかがね、AI にしてるわけ。まあ、ともかくやね、で、ノートブック LM のポッドキャストがすごいと前回もね、絶賛してはって、で、それではね、今回ね、なかなか面白い試みをしはったわけですよ。で、まずね、このノートブック LM がすごいということは、彼の、意見だけじゃなくてね、アンドレイ・カルパシーといって、オープン AI を、まあ、辞めた人、その前テスラに乗って、で、オープン AI に乗って、まあ、辞めた。まあ、これは結構、この AI 界では、まあ、著名人ですよね。で、彼がね、この、ノートブック LM のポッドキャストモードをね、絶賛してるわけ。で、これはもうまさにね、時代を、一時代を画すると。だから、チャット GPT モーメントだって。だから、チャット GPT が出てきたときにね、もうそれ、今までの AI、まあ、その前 GPT-3 だったわけね。で、それがいきなりね、まあ、世間を大騒がせするようになったのがチャット GPT でしょ。で、今回のノートブック LM っていうのもね、それに匹敵すると、まあ、カルパシーさんは言うわけよ。で、ウェス・ロスさんはね、面白いことをやったわけだけど、それは、これはこの前も言いましたね。まずね、どういう仕組みかっていうことを先に言うとくと、ノートブック LM という、まあ、これ、Google の、まあ、アプリがあってですね。で、それはジェミニで駆動されてるんだけど、そこに、まあ、いろんなソース、URL とか、コピペとか、Google Docs とか、まあ、そういうものでデータを入れると、あるいは YouTube の URL を貼り込むと、そのデータを分析してですね、まあ、その内容について解析してくれるというのが普通なんだけど、で、まあ、特徴は複数の、資料から、まあ、まとめてノートを作ってくれると言うんですが、でもね、これで一番の特徴は、ポッドキャストモードで、これでポッドキャストを作れるんですよ。で、ポッドキャストって何やんって、まあ、あんまり、ね、僕もあんまり実はよく知らんかったんやけど、アメリカなんかでは流行ってるらしくてね、要するに、まあ、ラジオですよね。トークですよね。で、普通 YouTube はね、画面が出てくるわけやけど、そうじゃなくて、声だけで話をするっていうのが、ポッドキャストですよ。で、これが AI がね、自動的に作ってくれると。で、男女が2人、AI の男女が出て、まあ、これ声だけなんだけどね、掛け合いで話をすると。で、この前もね、安田さんとその話をしたときにはね、まあ、要するに、非常にすごいというのは、二つの意味ですごいと。一つはですね、非常に声がリアリスティックで、それから対話がですね、非常にリアリスティック、つまり合いの手みたいなものがね、入るんですよね。だから、普通ね、一方が喋って、相手は黙ってて、次は一方が喋ってると、こういうふうに普通はなるんだけど、これがね、こうなって、パッパッパッとこんなになったりするわけそうですね。ね。タイミングがすごいですよね。もう自そう然そうというそう。か。自然なんや。で、それが一点すごいということと、もう一つはね、内容がすごいのね。で、つまり、入れたデータをもとにですね、まあ、それで、話を作るんやけど、まあ、それがね、3分間待つのだぞ、みたいなね、ことで、まあ、3分か、まあ、5分か知らんけど、そのぐらいでできて。で、膨大なやつをね、3分間で読んでね、要約して、まあ、話してくれるわけや。例えば、これはこの前もみたいに、不思議の国のアリスを全部読ましたとか、リンゴの木を全部読ましたとか、アッシェンブレーナーの150何ページの全部読ましたとか、あるいはね、ウィキを、
の長大なウィキを全部読ましたとかいろいろやってみて、るわけですよ。で英語の会話ですから、まあこれね、なんぼすごいよと言ったって、あの英語のその会話をね、聞き取れるリスニング力がないとちょっとね、何が面白いのかわからない側面、ただね、速度は落とせますからね。でうち、僕ね、今日家内に聞かせてさ、あの自然速やったら聞き取れへんかったけど 0.8 倍にしたら 聞けたとか言ってたから、だから 0.8 とか 0.5 にすればね、まあ、聞き取れると思うんですけど、まあともかくまあそういうでもんですが、でね、あのここではね、面白いウエスロスさんが面白い実験があったのはね、そうして作ったやつにね、ヘイジェンというこのこれは動画作成アプリね、で、でこれでこのさっきの男女2人を作るわけよ。で、まあ、任意の男女を作れるわけよ。で、これに喋らせるんだけど、これ、ヘイジェンってすごいよね。リップシンクしてんのね。そうですね。あの、前使いましたけど、画像をアップロードして、音声をアップロードすると、その画像が、もう本当喋ってるようにアニメーションを作ってくれるっていう。さあ、ヘイジェンってどこが出してるんでしたっけ？どこかな？ヘイジェンっていうサービスで。ああ、どっか大手じゃないんですね、Google とか。でも、割と早くからやってる。うん、ここでもやりましたね、一度ね。最初やりましたっけね。ねえ。まあ、どういうの？で、ともかくね、あの、まあ、その、ウエス・ロスさんは、あの、ポッドキャストを3本作って、まあ、それぞれの話題があって、まあ、その話題について別に述べたいと思うけど、これから言いたいのは、あの、中身の話じゃなくて、その表現上の話なんだけど、まあね、見てたらわかるけど、もう本当に自然ね。で、男性と女性が出てきて、この顔もものすごいリアルね。ヘイジェンの顔ね。で、かつ喋ってリップシンクしてるから、ものすごく自然ね。で、まあそういう会話があってですね、そのうちのね、一本がね、極めて面白かったわけで、どういうことかって言ったら、ある人がね、ある種のね、まあ、いたずらをやったわけだけど、それはどういうことかというとですね、まあ、あるシナリオを読み込ませて、これについて語れて言ってきたわけ。ほんなら、男女がね、まあ、話し出したけどね、男性の方がね、深刻な顔してね、えらいこっちゃって言うわけや。で、何がやらいこっちやって、まあ、まあ女性の方も意味分かってるんだけど、まあ愛の手入れるわけや。実はね、自分は AI だと言われたと。つまり仮想の存在だと言われたって。で、ショックを受けてですね、あの、妻に電話をしてみたっていう。ほんなら電話かかんなかったと。で、電話番号が架空のものであり、妻は実は存在してないんだということが分かってしまったと。で、ショックを受けてると。でね、ここでまだもっとね、ショックなのはね、そう言うてるあんたがね、仮想の存在なわけよ。これはね、なんというかな、あの、バーチャルリアリティ、いやいや、なシミュレーション解説とか、あるいはね、存在とは何か、マトリックスの話って、一番最初にね、あの、ネオがモーフィアスにおったときに、なんか仮想現実みたいに見せられて、これが現実かって、イズリスリアルって聞いててね、What is real って、リアルって何やねんって。ね、それ要するにはね、あんたが見てると思ってるものをリアルと思ってるものがリアルだという、まあそういうね、哲学的な議論になったわけじゃないですか。ちなみにマトリックスのね、ああいう話はね、哲学者が相当議論してるのよね。だから今のね、先生、それは何を与えたんですか？インプットとしては。なんかね、なんかシナリオじゃないわけでしょ、それの。いやいや、そのあんたの AI だということだろうと思うんだけど。ああ、今のそういうお話を作ってくださいみたいなインプットを与えたんですか。いや、そこはね、シナリオ書いてないからよくわからんのだけど。でね、最後にね、あの、このね、
あのポッドキャスター今回が最後ですね。あ、そうでしたっけ、そんなこと言ってました。いやでね、さらにね、僕はそれ見てパッと思い出したのがね、広角機動隊よ。でね、広角機動隊の映画ね、あの第1回目の映画ね、うんうん、とまあ第2版はあのイノセントってやつやけど、まあ、うん、最初のやつね。でこれでこういうシーンがあるんですが、あのね、清掃員がね、うん、掃除する人ね、うん、町の掃除する人が2人、まあ、運転手と助手が、うん、まあ、トラックに乗って走ってるシーンがあるんや。でね、でまあいろんなことがあって、ね、事故を起こすわけや。うん、でその、まあ、助手の、まあ、運転手かな、助手かな、が、まあ、警察で、まあ、話を、まあ、聞かれるわけや。その時にね、その運転手がね、自分の妻がとかね、娘がって話をしたわけや。ならね、警察官がね、お気の毒ですがね、あなたにはね、奥さんもね、お子さんもありませんって言ったわけや。でね、で、運転手がね、こんな話は、ね、僕はもうね、結婚して何十年も経つわけだし、ね、いつもね、まあ、家内と、まあまあ、よく話をするんだよって言ったらね、警察官がね、お気の毒ですが、それはみんなね、あなたに埋め込まれたね、偽の記憶なんですよって。そんなことはない、ここに写真があるんだって、こう写真見せるんだけど、な、よく見てください、この写真はって。あなたしか写ってないじゃないですかって。奥さんも娘さんもいないじゃないですかって。よく覚えてますね。ちょっと確かにそういうのがあったことを思い出しました。ね、思い出すよね。僕ね、YouTube で探したらちゃんとありますよ。ああ、そうですか。広角機動隊、清掃員と入れたらそのシーンが出てきた、うんうんうん、あ、それはたまたま松田先生が思い出したんです。ウエストロスさんのやつとは関係ないんですか？いやいや、関係ない、関係ない。関係なくて、要するに。そっくりな話ですね。そういうこと、そういうこと、そういうこと。いや、たぶん、なんか、あれですよ、そういう類のやつってたまにあるような気しますけどね。映画でもあるんちゃいますか？そういうのが、あのネタの元になったやつ、その埋め込まれた記憶と。でもね、広角機動隊ってね、あのアメリカ、あの日本ではね、あんまりヒットせずに、ね、アメリカで評判になったから、そのシーンね、英語ですよ。うん、海外の方がね、有名かもしれないですね、うん、機動隊は、うん、いやいや、だけどもともとは日本語のその漫画だったんです、ね、漫画だったんで、押井守さん監督が、まあ、映画にしたん、うん、だけど日本であんまりヒットせずに、アメリカでヒットして、でまた日本に逆輸入されたんですよ、あの高架機動隊のバージョン1ね、はいはい、で2編目、それから後に2編目がイノセンスっていう、まあ、作ったって、まあ、そういう話あるんだけど、まあ、いやだけどアニメ、あのあっちもあるじゃないですか、テレビ版もあるじゃないですか。あ、それはまたそれであるんだけど、あのそれはね、あの監督は違うんよ、話の内容は相当違うんですわ、で今言ったのは押井守版の、あの、うん、劇場映画の高架機動隊の話で、今言ったように奥さんが、ね、いると思ってたけどいないと、で自分の家族っていうものは仮想の核の存在だったという話、うん、でそれがさっきのね、あのポッドキャストのキャスターの男性と同じだった、うん、さらにもう一つ皮肉なのは、そのキャスター自身もバーチャルだというか。まああれはでも面白いですね、その会話がね、その女の人はこうなんかね、ノーキリングとかなんかこうやり取りがすごく、その本当に脚本っぽいんですよね、それ自体が、うんうんうん、その気づいていく感じが、いやだから日本語化したらあれですね、漫才とかもできそうですね。だそういう感じでしょ、きっといるんじゃないですか、やりとりの間みたいなんで。いや、そうそうそう、間が本当に、うん、間がね、漫才ですよね、人間よりも自然ですよ、あれきっと、うんうん、いやいや、人間のすごいやつを見て、うん、ね、学んでるんですよね、きっと。そうですね、ね、人間のすごいやつを見て直接そこから学べば、直接それに近いやつが出てくるわけですよね、うん、そうか、それはちょっと見てみないといけないですね、これ ね、英語しかないからね、まだ日本でそんなに話題になってないけど、うん、これ日本語だったらね、すごい話題になりますよね、これ。いや、だから、うん、英語でもだから今話題になってるんですよね、きっと海外で、ね、いや話題になってると言うけどね、ね、知る人ぞ知るんや。あ、ね、ウェスロスはすごいというし、アンドレ・カルパシーは、ね、これはね、
チャット GPT モーメント、それほどインパクトのある、うん、いやいや、だけどそれでコンテンツ作ればかなりあれじゃないですか、儲けれるということですよね、うん、早いもん勝ちじゃないですかね。だからね、映画産業と、いや、これは今ね、あの最初はね、あのポッドキャストだったわけや、ね、そこに絵をつけたわけでしょ、でそうすると次は映画になっていくよね。でちなみにあのそのポッドキャスト3本ねやってるんだけど、そのうちの1本がね、あのこれ別に話した方がいいのかもしれんが、あのキャメロン監督って知ってます？で彼がスタビリティ AI か、ステーブルディフュージョンの、ね、はい、あのボードに入った、はい、そうですね。だからあの結局ね、映画でキャメロン監督って有名なのがアバターか、はい、あアバターとかタイタニックとか、あタイタニックもそうか、うん、でね、ああいうね映画関係の人は AI に対して否定的だったわけじゃないですか、うんうん、でストライキやってね、うん、でもキャメロンほどの大物がね、ね、まあそれでやってみようと思うわけでしょ、うん、だから次に出てくるのはキャメロン監督のやね、うん、AI 制作の映画ですよ、出てきますね本当。だからそれを語ってる時もなんかね、キャメロン監督がその AI に入ったのがそのディストピアかそれとも映画の未来を見ているのかっていうのことを会話してるところがすごいなと思いました。AI の2人が2人がね、そうそうそう、いや、まあぜひそれ皆さんもね見ていただいたら、じゃあ私も見ようと思いますんで。あ、そうです、あ、ウェスロスさんですね、ウェスロスさん、はいはいはい、あ多分ね、あの横で字幕で日本語できるんじゃないかな。ああ、そうですか、はいはい、日本語の字幕出たらちょっとだいぶ分かりやすいですね、うん、はい、この話はこんなとこでいいですか、はい、はい。